やばい、バンパーに傷が。この傷、軽カフェで直せるかな。軽自動車なら軽カフェ。はい、皆様こんにちは。軽カフェの、サービスのスーパーバイザーの中尾と申します。本日は、皆様に軽カフェピンと、車の傷直しのご説明をさせていただきたいと思います。ちょっと待った、お願いいたします。ちょっと待った。はい、それでは、始めたいと思います。ちょっと待ったはい、ということでいいですか。はい今日はですね、すいません、SNS 担当してますのこです。ということで今回も私の上司をスペシャルの方をお招きしております。改めて自己紹介をお願いします。はい、サービス整備のスーパーバイザーをやっております中尾と申します。はい、ありがとうございます。初共演ですね。はい、初共演をさせていただきます。ということで今日もスペシャルの方をお招きしているので、先ほどもちょっとお話出てましたが、軽カフェでもお車の傷の修理できますよっていう話を今日はしていきたいと思います。じゃあ早速行ってみよう。はい、ということでじゃあ私の方からいくつか質問をさせていただきたいと思います。実際に今後ろにお車を1台準備しているんですけど、普通車を今準備させていただいてます。普通車も軽カフェで修理ってできるんですか。はい、できます。ありがとうございます。軽自動車と普通車ってその修理するってなった時の金額ってやっぱ違うんですか。もちろんあの車の大きさも違いますし、まあ色も様々ですから、うん、はい、また変わってきます。なるほど。ちなみにこの今準備させていただいているお車にもちょっとすり傷が入ってるんですけど、この傷だったらちなみにどんな修理になってきますか。はい、軽カフェではすり傷はもちろん、へこみ傷、はい、それから部品のパーツ交換もできます。できますし、傷だけが気になるのであれば傷の修理っていうのもできます。傷の修理っていうと、もう上から色を塗ったりとか、どういうことですか。はい、上から色を塗るだけでもできますし、気になるボコボコの傷をしっかりと鳴らして、でそこから塗装をし直すというような綺麗に復元することもできます。なるほど。それはもうお客様に実際に来店していただいて見積もりをする段階でそういう話をしていくということですね。そうですね、はい、なるほど。すごい、傷を直すっていうだけでもいろんな種類があるということが分かりました。今じゃあ実際に福岡西店の方で撮影させていただいてるんですけど、傷の修理も福岡西店でできるんですか。福岡西店ではできません。なるほど、はい、また別の工場に行く。はい、別に BPS 集中工場というところが飯塚と、はい、あとは、大野城に2拠点ございます。なるほど。じゃあ軽カフェで傷の修理をしようってなったら近くの店舗に来て見積もりをする、そしてその工場の方に入庫するっていうことですかね。そういうことになります。なるほど。私DPS のその集中センターに実際行ったことがないので、ちょっと行ってきてもいいですか。いってらっしゃい。はい。じゃあ早速行ってきたいと思います。ではどうぞ。
パーティーのことなら僕たちにお任せください。はい、ということで BP 集中センター飯塚に実際に行ってきました。初めてお伺いしたんですけど、もう本当一つの擦り傷だったりへこみ傷を治すっていうだけでもいろんな工程があって、いろんなたくさんの人がその傷をきれいに修理していくことに携わっているということを実感してきました。やっぱね、皆さんもこんな擦り傷だったりあると思いますが、 Kカフェにお任せください。では以上のこでした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。いいんじゃないか。